どうも銀城です、今回はですねちょっと二重跳びについて話したいと思います。で、まあちょっと今後、クロスフィットオープンが近いのでちょっとクロスフィットオープン前にできることを、まあ、シリーズ化として話したいかなと思います。今日はまあ二重跳びですね。テーマは二重跳びです。まずまあオープンで二重跳びはまあほぼほぼ必ず出てきてます。必ず出てきてるのかな、今のところ過去には毎回出てると思うんですけど、二重跳びは、まずまあ練習、スケールだったらまあシングルでもいいんですけど、 RX で出たい方は二重跳びが多分マストになります。なのでまずはですね、これちょっと書きました。読めますかね、千恵子さん。うん、あります。二重跳びまずできない、できませんっていう人はもう練習するしかないです。これはなので最初はもう本当、まあ、ジャンプからのタイミングでその場で飛んでっていう感じで、で僕前なんか二重跳びの動画作ったので、そちらをちょっと説明欄かコメント欄に残しておくので、二重跳びをやりたいっていう人はそこから見てください。で、今まあ一応二重跳びできますっていう人、何を練習するべきか、このアンブロークンのセットです。アンブロークンっていうのはつまずかないで連続で30回からまあ50回ぐらいの回数を連続でできるようになったらいいと思います。でオープンでよく見るのが大体まあ30、50、それかまあ100っていう回数がよく見ますね。なので30回とか50回とか100回っていう、レップ数をよく見るので、二重跳びは。なので一応まあ30か50ぐらいをやっとけば、もし30出た時はまあ30でできる。50とか出てきた時はもし結構、その二重跳びの得意な人は多分50で連続でアンブロークねできちゃうけど、もしまあ30から50の範囲を練習していれば、もし50っていう回数が出てきた時に25やってちょっと休憩して25やってっていう風に刻んでできるので、そうすればまあ50にできます。であとまあ100回っていう回数になってくると、結構自信ある方はまあ50、50を2セットで100こなしてもいいし、25、25、25、25っていう25を4セットで100を終わらせるっていう風にやるといいので、30か50回ぐらいを目安にして練習するといいと思います。でもちろんこのアンブロークンセット連続でやるのはもちろん大事ですね。なのでそのノンファティーグ、この疲れてない状態、なのでもうほぼほぼフレッシュの状態でまずはできることが大事です。なのでもうそれだけやってちょっとしっかり休んでまた二重跳びやるっていう状態。あとはやっぱクロスフィットっていう疲れてる状態、息上がった状態でもできないといけないので、このファティーグの状態ですね、疲れてる状態でもやる。でまあひたすらまあ二重跳びやるやるやるって言っても、まあそのまあちょっとしたジャンプなので、ある程度まあ負荷かかってるので、例えば二重跳びのセットの前にエアーバイク、なのでアスファルトバイクを例えばまあ1分ぐらいちょっと漕いでから、ちょっと心拍数、呼吸が上がった状態で二重跳びをまた30回、50回のアンブロークのセットを練習したりするのを、まあ 3セットか5セットとかやっていく。なのでエアバイク、例えばまあ1セット目1分間漕いで、大体まあ 70% ぐらいで1分間漕いで、で二重跳びを30回やるとかで、1、2分休憩して2セット目ちょっと 80% ぐらいで漕いで、でまた30回二重跳びやってっていう、ちょっと息上がって、心拍数上がった状態でもやる練習で、なぜこのエアバイクを選んだかっていうと、エアバイクだったらまあ筋肉痛とかそんな来ないですね。なので、まあちょっとこれ話しちゃうと深くなっちゃうんですけど、その筋肉を、押してるだけなので、でほぼほぼまあ心拍数メインの動作なので、そんな筋肉痛とか来ません。これが逆にいろんな他の動作とかケトルベルスイングとかバーピーとか入れちゃうと、結構この筋肉を縮んで伸ばして縮んで伸ばしてっていうのが多くなってくると筋肉痛が残っちゃうので、オープンに近いとやっぱこう筋肉痛があんまり残んないエアバイクとかをやるのがおすすめです。こういうふうにちょっと目標として、もしできる人はアンブロークンのセットを練習していくべきです。で、もう疲れてない状態でまずできるようにならないとダメですね。でそこからちょっと慣れてきた疲れた状態でもできるような練習をするっていうことです。できない方はもうひたすら練習するしかないです、オープンまでに。できないとやっぱ話にならないので、そこはちょっとできるようにやってみましょう。あと、ドゥドン、他にドン今日はちょっと準備したからね、いつもすげえアドリブだけど今日は準備しましたから。トランジションズ、動作と動作の間なので、例えば何かの動作から二重跳びに入るときを練習するべきです。なので、二重跳び入りますね。これ一度ちょっと
僕がやってるところ取ってもらっていいですか。二重跳び、例えばロープ置いてますね。で、置いてるところでこう持って、たまに見るのが1、2、3、4でやっと入るっていう方多いですけど、これをなくしていきたい。なので最初のシングルじゃなくてダイレクトでも二重跳びに入れたらだいぶタイムを削れます。お、すげえ引っかかっちゃった。え？ロープが引っかかった。で、っていうことです。なのでこうシングルシングルシングルから二重跳びやっと入るではなくて、二重跳びにダイレクトで入るとめちゃいいと思います。だいぶタイム削れるので。で、あとロープを下ろすのも大事ですね。なのでロープを終わって二重跳び終わりました、バーンってやって、また次のラウンド来た時にあれ、なんかこう結んであるとかもう絡んでるとかならないように、しっかり二重跳び終わったらしっかりこう次のラウンドに持ちやすいように置いてください。そうすれば次のラウンド来た時にすぐまた行けるようにできるので、下ろす、置く時も大事です。いいかな。なのでそのまま、縄跳びに二重跳びにすぐ入れる、あと次のラウンドのためにも綺麗に置くっていうのが大事です。で、いろんなスピードを練習する。なので二重跳び早く回したり遅く回したりっていう練習も、余裕ある方はちょっと練習するべきです。なので結構まあ二重跳びまあまあ得意ですっていう人はそういう練習をしていくと、例えば最後のもう20秒しか残ってないっていう状態でやっぱちょっとスピードアップして回せば、二重跳びっていう動作は、1秒につき結構回数をこなせる。なので1秒にまあ2回ぐらい実際できますね、二重跳びのレップ数は。で、20秒あれば40回ぐらい一応可能です、早く回せば。なのでそれだけの、高回数を、秒数に対して高回数できるっていう動作はすごいスコアボードでも順位がだいぶ変わってきます。なのでそこで稼げるときはもうその回数をガンガン稼いじゃってください。で、例えばまあ二重跳びからマッスルアップっていう動作が入ってきたとします。二重跳びでバッと終わって、みんなそこで終わるっていうよりは早く終わらせて、もうマッスルアップの時間をちょっと余裕を持てるっていう風に、この二重跳びがすごい時間を削って回数をこなせて次の動作にもつながるので、ここのスピードとかをしっかり意識するといいと思います。で、まあ、最後に、まあ、練習しすぎるのもダメです。なのでこれ二重跳びでちょっと膝とかやっちゃってる人とか見てるので、これまあ多分この動画を見てくれますけど、その人はそうですね、うん、それ、まあ、知りたい人はちょっとサプライズで多分いずれは知られるんじゃないかと思いますけどですね。二重跳びでガーッてやりすぎない。なので、まあ、ある意味ちょっとしたジャンプをしてるので、やりすぎても結構まあ負担、関節とか腱とか、筋とかにも負担かかりやすいので、ちょっと気をつけてやってください。いいですか。じゃあちょっと、まあ、今回は二重跳びをテーマとしてやりましたけど、他に質問ある方はぜひコメント残してチャンネル登録もお願いします。オープン頑張って。